JR 京都線の東淀川駅前であります。いわゆる東淀川区側ということになるんですが、そこから左の方に歩いたところに東淀川駅前のバス停があります。ただですね、この東淀川駅前は現在11営業のみしか止まっておらず、1日に5本しかですね停車していないんですね。そしてちょうど今、東淀川駅の方に普通京都行きの321系が、その JR 東淀川駅の東淀川側はこうやってですねマンションがですね多く立ち並んでいて、まあ、中にはですね医療機関や、事務所がですね備え立っているところなんですが、今回は JR 東淀川駅前バス停からまずは淡路駅、そして淡路中学校方面に向かってですね、この JR 東淀川駅筋の方を歩いてくることになります。まあ、この辺りはですね保健調剤薬局があり、医療機関があり、そしてコンビニ、そして駐輪場もですね格安で利用できるところがですね数多くあるんですね。そこから左の方へと曲がってくると、まあ、小さなですね駐車場もありながら、そして右斜めに行くと関西未来銀行があります。そして先を進むと西淡路郵便局もあるということですね。ちょうどこちらが関西未来銀行になります。その関西未来銀行を過ぎて左の方に見ると西淡路郵便局があります。ちょうどこちらが西淡路4丁目と3丁目の間なんですね。左側に行くと4丁目、そして右に行くと自販機がですね3つ並んでるんですが、そちらが3丁目になります。この前ですね同じ道をですね通りながらこちらの方から直進していったんですけれども、今回はこの左側の方から向かってきます。すなわちですね菅の森公園方面へと向かってくるということですね。左に目を向けると大きなクスノキが見えてきました。そしてイチョウもですね見えているんですが、こちらが菅の森公園であります。ちょうどこちらが菅神社跡でもあるということなんですよね。そしてこのようにですねイチョウがですねまだ黄色くですね残っていて、ちょうどですねこちらの方に東淀川区防災マップが貼ってありましたので紹介しますが、ちょうど今菅の森公園のところにいて、先を進むと神崎川の方へと入っていくんですね。そしてここから西淡路下新城を通ってきて、今一旦吹田市に入るんですが、そこから上新城の方へと向かってくるということですね。こちらが神崎川の堤防へとつながる、いわゆる大きな交差点になります。いわゆる淡路中学校西のですね交差点、そこから直進してくるとアンダーパスが通っていて淀川区の方へと向かっていくことになります。ではこの階段で神崎川の河川敷沿いの方へと上がってきます。さあ見えてきました神崎川であります。ちょうど左の方にですね JR 京都線、そして大阪東線のいわゆる新大阪方面の、鉄橋がかかっています。そして左の方に先に進むと関西河川スポーツ振興協会の稽古がですねこちらの方にあるということなんですね。年に1回に神崎が出方が行われていてですね、神崎川の河川で行われているということなんですけれどもね、ちょっと階段が上がりましたのでちょっと行き荒れてて申し訳ないんですけれども、その上の部分はというとですねこうやってアスファルト状になっていて道路のような形になっているんですね。そして右側の方に校舎が見えるんですが、これが淡路中学校となります。ではここからは左に神崎川を見ながらしばらく神崎川沿いの河川敷を歩いてくることになります。冬の花の代表であるサザンガがですねこの辺りはですね本当にピンクっぽい花がいっぱい咲かしてあるんですよね。そして先の方を見ると高層の市営住宅が見えているんですが、こちらが大阪市営牧羊住宅になります。左右を見るとですねこのようなポンプ状のですね施設が見えているんですけれども、ちょうど神崎川沿いこちらの方にもですねポンプの状のですね施設が置かれてあります。ここからが先を見ると何箇所かですね階段があって、そちらからですね西淡路方面行くことができるんですが、ちょうどこちらが大阪市営北陽住宅になります。そして奥の方に行くとライフ西淡路店があるということですね。左側の方が神崎川なんですが、その下をですね何波自転車道が伸びているんですね。こちらの方が西淡路の出入り口ということになります。そして先を見るとこのようなですね大きな橋が見えてきますが、これが
新大吹橋となります。その新大吹橋の方なんですけれども、そこからですね越えてくると JR 南吹田駅のですね駅のですね駅舎がですね少し見えてるんですね。実はここからですね橋を渡るともうすぐ JR 南吹田駅の方へとつながってくるということなんですね。そして先に行くとまた JR 大阪東線の鉄橋が見えてくることになります。ちょうど今新大吹橋の高架下をですねくぐっているところになります。そこからくぐってくると右手の方には旧府営にあたる大阪市営西淡路住宅の4号館を見ることができます。奥に行くとですね5階建てのですね、住宅が3棟建っているということなんですよね。でここからですね芝生がですね伸びていて、先を見ると JR 大阪東線カーブ上のですね2つ目の鉄橋、いわゆる JR 淡路南吹田間の鉄橋を見ることができます。そして右の方に目を傾けると信原倉庫の方が見えてくることになります。まさにその神崎川と信原倉庫の裏になるんですけれども、その間を歩いていることになります。遠くからにはなるんですが、左手のですね壁があるんですが、そちらが JR 南吹田駅になります。そこからですねこうやってカーブがですね伸びてきて、上東貨物線 JR 大阪東線の方へと抜けてくるということですね。河川敷の上のですね道はここで行き止まりになります。こちらですね、まあ、スロープがあるんですけども、ちょっとゲートで閉まってますので、ここで一旦階段を降りて河川敷の下へ降りるとなります。この階段からですね降りてきたんですけれども、これってちょっと手すりがなくてですね、ちょっと降りるとですねちょっと危ないようなですね雰囲気になるんですけれども、一旦なにわ自転車道の方へと降りてきました。まあこうやってですねベンチの方も置かれていてですね、まあ河川敷いわゆる神崎川の方でですね一旦休むという空間もできているんですね。そして先を見ると緑風橋も見えてきていますが、ここでもう一旦上の方へと上がります。その JR 大阪東線の鉄橋を越えたこちらなんですけれども、神崎川水管橋なんですね。平成30年3月に塗装されてですね、銀のようにですね塗装された、まあ真新しいような感じがするんですけれども、まあ付け替えられたということなんでしょうかね。あ、ちょうど今 JR 大阪東線の新大阪駅が通ってきます。ではここで神崎川の河川敷を後にして下新城地域を歩いていくことにします。神崎川の河川敷沿いから降りてきて下新城の地域の中へと入ってきました。そうするとエレベーターのついた市営住宅を見ることができます。緑風橋へとつながる入り口の方へと来ました。実はですね緑風橋へ向かう道はこちらとですねもう一箇所、阪急千里線のですね線路沿いに実はあるんですね。実はですね2箇所あるということなんですけれども、そして先を行くとその間に階段があって、そこから歩行者の方でもですね、緑風橋の方へと行くことができるんですね。またその緑風橋なんですけれども、地震などの災害時に避難地を通る防災緑道としてもですね活用されることになっていて、駐車駐輪しないようにと大阪市からのですね案内のパネルが置かれてあります。ちなみに中之島公園周辺、これが広域避難場所になるんですが、その中之島公園でも 16.6 ヘクタールがあるということなんですね。先ほどご紹介したですね緑風橋の道はその1箇所のみになっていて、まあ、かつてはですねこちらの方もがですね、緑風橋への近道だったんですが、今はこのようにですね、阪急淡路駅下新城駅周辺の立体交差工事が行われていることで、その回り道ということでもうその通路はですね閉鎖されているということなんですね。阪急千里線の線路下をくぐって下新城5丁目の方へとやってきました。
そして左の方に見るとこのようなですね、高層のマンション群が立ち並ぶ地点、そして、マンションが、そして一戸建ての住宅地が立ち並ぶ住宅地、いわゆる11号系統が、通っている道路へ出てくるということですね。右手に下新城大勢ボックスが見えてきました。いわゆるレンタル収納スペースというところなんですけれども、そこを過ぎてくるとバス停が見えてくることになります。ただこちらはですね、このように逆 S 字のようなカーブになっているんですね。ちょうど下新城5丁目のバス停になります。こちらが東小川区役所前行きの時刻表なんですが、もうまもなくするとですね49分が来てしまいます。もしかすると乗ってしまうかもしれませんけれども、その点はですねお許しいただきたいと思います。東小川郵便局前、東のところになるんですけれども、乗ってきてしまいました。バスがですね、ちょうど空いていましたので、そちらまでですねやってきたということなんですけれどもね、結局ですね、東小川駅から下新城5丁目まで歩いたということになるんですが、その時間が32分49秒、距離にして 2.54 キロ、3346歩の234キロカロリーということだったんですけれどもね、ここから右へ曲がってくるこの11号がですねちょうど来ていましたので、空いていましたのでね、乗ることになったんですけれども、でもですね今回は神崎川沿いをですね通ってですね、下新城の方へやってきたということなんですけれども、この春から秋にかけて、秋から春にかけてはですねこの河川敷の方もですね綺麗に映ってですね、こんな晴れてる時、気持ちいい風の吹いてる時にはですね河川敷の空気を吸ってですね、歩くのもですね非常にいいんじゃないかなと思いますね。今回は JR 東淀川駅から神崎川の河川敷沿いを通って下新城5丁目バス停までを歩いてきました。